はい、皆さんおはようございます。KYC 秀子と池端秀樹です。さあ、まずですね、美しいメイクっていうのは、まあ、すごくこう抽象的ですけども、年代によっていろいろとね、美しいメイクってどんなものかっていう人によって個人差は多少あると思うんですけども、やっぱりアラフォーとか、僕はアラカンとかって、大体ですね、僕の自分の年齢ぐらいに近い方々が、まあ、お客様として多いし、まあ、ご縁をたくさんいただいてるんですけど、大体決まっていうことが、自分に合うメイクってどんなんかとか、自分の年代に合うメイクってどんなんかっていうことをね、よく言われるんですけど、最近ね、僕もね、アラフォーとかアラフィフとかね、アラカンっていうのは、その年代別に分けて話するから分かりやすいからってやってたんですけど、あんまりよろしくないみたいですね。年代を分けるっていうのは、もう今の時代的に言うと、その、今まであった常識ね、40代のメイクってこんなメイクっていう、こうカテゴリーに縛り付けられるような、そういうイメージがあるので、あんまり良くないというふうにちょっと最近思ってきたんですね。だから40代に似合うメイクというよりか、40代に似合うメイクじゃなく、その人の今まで生きてきたその人の雰囲気に合うメイク、これはもう40であろうと50であろうと60であろうと、その年代にあんまり関係ないかなと。本当に60でも70でもですね、40代に見えるような人もいてますし、まあ、その生きてきた生き様っていうのかな、その、ライフスタイルによって非常にその見た目も人それぞれだし、でその自分の考えもね、人によって全く違いますよね。だから本当に美しいメイクっていうのは、その方が感じている美しいメイクってどんなんかっていうことももちろん言えると思うんですけども、まあ、ここはね、僕は一応、まあ、メイクアップ その検定の委員もさせてもらってるんで、メイクの検定で誰もが、まあ、美しい なんかこうハッとこうね、なんかため息が出るような美しさとかオーラとかあるじゃないですか。そういう美しいメイクってどんな風にしたらできるんかということ、まあ、その、一般の方もですね、自分のメイクをする時のね、ちょっとこうコツというんでしょうか、ちょっとこう意識的にね、持っておいてもらうだけで本当に、ちょっとしたことでね、美しいメイクが仕上がると思いますんで、そこら辺もね、今日ちょっとお話します。で、メイクを市で差し上げるメイクアップアーティストとか美容家の方とか、人にこう接客をする人、まあ、そういう方もね、ちょっとこう人のメイクを見るっていうのもね、面白いと思う、興味深く持っていただいて、それもね、ちょっと意識して見てもらうと、まあ、本当に自分のメイクにも活かせると思いますので、ぜひね、見てください。僕はですね、もともとはこういうことを掲げてやってます。まあ、化粧は化粧で化粧するね、これは化粧っていうのはこう化けて装うって書きますけども、それをですね、気を装うことによって本当の笑いが出る、まあ、いわゆる微笑みが出る。だ、化粧は気を装うからこそ笑えるんですよと。決してこう化けて装うから笑えるんじゃないというね。基本的には日本人っていうのはコンプレックス のいわゆる押し付けっていうのが文化の中にあってですね、西洋人になんかすごく引けを取ったアジア人のなんかコンプレックスをなんとかするっていう、そういうね、なんかメイクのね、ちょっと歴史があるんですね。で、ここ最近ではそういうことはないんですけど、昔はですね、西洋人に憧れるとか、まあ、言ってましたけど、要はそのアジア人ってこう平面顔なので、そういう彫りの深い西洋人に対してすごくね、憧れを持ってる、憧れは持ってもいいんだけど、それがですね、コンプレックスっていうふうにね、感じる人が多かったわけです。で、それを、化けて装うとか、コンプレックスを隠すとかって、そういうふうな心理がやっぱりどうしても、拭えないというね、そういう、まあ、歴史がありますんで、ここはもう日本人がね、堂々とですね、これから、世界のリーダーというね、形で、やってもらえるような、気持ちでいてほしいと。そういうことで、この化粧は化粧で化粧するっていうのを僕まず掲げたわけです。これ20年前、この活動する前に25年か前に掲げました。で、化粧、それは過去を隠すための術でなく、未来の素顔を磨くためのときめき心のレッスンとね、こういうふうにして、まあ、一つこう掲げながらですね、活動をしてまいりました。これがまあ、もともとあります。で、今日その美しいメイクっていうのは、そうしたらどういうふうにすれば出来上がるかということなんですけど、まずこういう意識を持っていただくっていうことが大事だし、やっぱり、基本的にはですね、まあ、メイクの検定する時もそうなんですけど、やっぱりこういうところ5つのパターンを見るんです。5つのカテゴリーを見ます。で、それをですね、メイクする時も皆さんが考えていただいたらいいと思います。まずメイクっていうのは、光と影を意識した質感、ライン取り、色彩、グラデーション、バランス、これで決まります。だから、メイクの検定なんかもそうなんですけど、まず、質感ね、ベースメイクはどんな風な質感になってるのかと。
ね、これは一般の方も質感って言ったら分かると思うんですけど、やっぱりバサバサしてるベースメイクとか髪の毛がバサバサしてる、もうそれだけで、なんかこう老けた感じに見えたりとかですね、なんか美しいというふうな感じにあまり思わない。だからまず質感っていうのは今はもうね、艶やかにまず作るというね、そういうベースメイクもそうだし、まあ、髪の毛もね艶やかにしておく、これが非常に大事なことになります。で、その質感のこの一番の質感はベースメイクもそうですし、アイホールとかね、そういう、パーツですね、目元に、塗るアイシャドウの塗り方、こういう質感もそうだし、ちょっとギラギラね、キラキラするのが好きやからってこうたくさんねラメを入れてるっていう、そういう質感もありますよね。で、こういう質感もやりすぎると非常にですね美しさを逆に減らしてしまう、なんかそういうところもちょっと気をつけなきゃダメなので、まあ、ちょっと後でも話しますね。まずは質感、それからラインドにね、まあ、当たり前と言えば当たり前です、眉を描いたりアイラインを描いたりリップラインを描いてする、これライン取りっていうんですけど、このラインがいかに左右バランスを整えてるかとか、ラインがどこまで引いてるか、これによってね大人のメイク、美しいメイク、これがね美しくないようになってしまうということで、これあるんですよね。だからそういうライン取りっていうのはすごく大事ですよ、ね。その確認の仕方もね、アイラインを右が引いたりとか、必ず右手で描く人だったら左手がちょっと苦手になるとかね、あると思うんです。だから、これ両方描いた後に必ず鏡でね、左右の鏡で鏡、顔をこう動かしながらですね、必ず両方を確認する、それから、上上下ですね、上下で顔をこう確認する。特に眉なんかそうなんですけど、眉の左右のライン取りっていうのは大体こう描いてるうちにこう決まってくるんですけど、結局横顔を見た時に左は下がって右が上がってるとかね、こういう左右のバランスっていうのこのライン取り結構大事なんですよね。で、若い時はその若さでごまかす、こういう言い方しては悪いんですけど、まあまあなんかこう艶やかやし、肌も張ってるし、まあ、ちょっとぐらいラインがちょっとごちゃごちゃってなっててもなんか若さでごまかせるんですけど、やっぱ大人の女性っていうのはやっぱこう凛とした今までこう生きてきた生き様っていうのがあるから、もちろんその経験値を持ってる雰囲気ってあるじゃないですか、大人の女性やなと。で、その大人の女性が頑張りすぎてラインがものすごい引っ張りすぎたりとか、変な自分の骨格に合ってないラインを引いてしまうと、これ若い方よりすごく頑張りすぎたというね、ちょっと美しさというよりかなんかこうちょっと痛い感じのメイクになるんですよね。だからそういう部分が結構検定でも見て取れるんです。頑張ってるメイクアーティストの人っていうのはやりすぎてですね、ラインめちゃくちゃ引いてしまって、眉の長さがめちゃくちゃ左右で違うと、もうそういうふうな見るとですね、もういきなし美しさから外れてしまうんです。あ、もったいないなと、本当にもったいない顔になってしまうということがありますので、このライン取り非常に大事になります。だから普段メイクするときによく、どんな僕の好きなメイクアーティストも皆さんプロの人は言うのは、ながらメイクをしてんといてくださいと。もうね、一点集中、メイク上手になりたいじゃないですか、誰でもね。メイク上手になってなんかこう自分に自信を持ちたい、そして美しいメイクをずっと年齢を重ねるごとにしたい、逆に年齢いくほど大人の素晴らしい雰囲気のメイクができてるねって言われたい、その時に大事なのは諦めないこと。毎日毎朝ですね、一点集中、テレビつけたりスマホいじったりそういうことなしに、もうメイクする時は精神統一します。そしてその1分2分3分ちょっとバランスを取る練習をしていきます。練習というか意識ね、この意識をするかしないかだけでメイクが上手になるんです。はい、もう言っときますね、メイクっていうのは毎日の作業なので、意識をしていく、一点集中をすれば必ずその人はその人なりに上手になります。で、ここに意識を向けないから、なんかこう惰性でやっていくとですね、どんどん自分の肌は、年齢とともに少し垂れてるっていうことにも気づかないし、垂れてもいいんですよ、でもいいんだけど、ちょっと上げるためのマッサージをするとか、メイクでいくと下がったら、そしたらちょっと上がるようなアイラインをちょっと引いてみいこうとかいう、ちょっと修正ですね。人間には必ずね、修正機能であるんで、それをチェックする時間っていうのはこれ意識なんですね。だから鏡を見てくださいと。で、鏡をよく見て左右バランスを必ずチェックします。それから眉を描いた時も、上下ですね、左右だけと違って上下、こういう立体的に顔ってなってますから、こういうふうにします。で、メイクをして差し上げるアーティストの方はどういうふうにするかというと、
お客様の正面に立つ、もしくは正面に立てなかった場合、真後ろへ戻、真後ろに立って同じお客様の視線に顔を合わせて後ろから正面を見る。そしてお客様の顔を上下にこういうふうに、こうやってね、上下に、振ってもらったり左右に振ってもらったりしながら前の姿見でチェックをして、どういう角度から見ても綺麗かなというところに、まあ、意識を向けるわけですね。こういうのがすごくライン取りで、非常に意識を向けて書いてる人か書いてない人かっていうのが必ず検定とかでも出るんです。だからやっぱり検定で合格する人、美しいな、あ、素晴らしいメイクオーラあるなっていう人は、もうそういう細かい仕込み方がもう違うんですね。細かいところに意識を一点集中している、このライン取り非常に大事ですね。これも気をつけておいてください。で、3番目の色彩です。この色彩というのはもちろんね、あの色のバリエーションをどういうふうにして選ぶかということになりますけど、大体ですね、大人の女性になってくるとどんどんこう守りに入ったりする可能性も出てきます。例えばこんなに色はもう似合わないっていうふうに決めつけてですね、自分のワンパターンの服に、そのままメイクをするっていうね、これもあの惰性になっていくんですね。そうするとですね、刺激がないわけです。で、あの人間というのは脳に刺激を与えることがお分かりになりますから、今まで使ってない色をちょっとチャレンジするというのも大人の余裕なんですね。大人の女性ってちょっとこうチャレンジするところにこう勇気を持ってですね、やってもらうと、なんかあら、あのいつもと違って雰囲気がなんかこう刺激的やねっていうふうに言われますよね。だから日頃から使わない色もちょっと色彩的にですね、ポイントとして練習でやってみてください。これはあのよくはまあ、いろんなお客様に聞くんですよ。リップなんか今特に1本しか持ってないとかね、同じ色をそのままずっと塗ってるとかね、まあ、そういう方多いと思うんですけども、こんなマスクメイクの時代、こういう時こそオンラインでこうやってお会いすることありますよね。だからマスクをしないこういうオンラインの時に思い切っていろんなメイクを試しておく、そして練習をしておく。で、普通オンラインだから人に会えへんからちょっとこう控えめなメイクをして、でなんかこうあのね、上は綺麗にしちゃうけど下はですね、あのまあ、あのなんていうかな、ジャージ姿とかね、そういうこともあり得るか分かりませんけど、こういう時こそですね、メイクを、まあ、練習するというのはすごく大事だと思いますので、ね、ぜひぜひやってみてください。で、4番目、メイクの上手な人はグラデーションが上手です、はい、これはね、人生はグラデーションなんですよ。あの白か黒かはっきり しろって言う人もいてますけど、まあ、今のこれオミクロンも何でもそうですよね。一つの情報を見た時にこれはこうだって言い切る人もいてますけど、ここはねグラデーションで成り立ってるってことですね。こうだって言う人とこうでないっていう人のこの白黒のはっきりの間には必ずグラデーションがたくさんあるんですね。で、このグラデーションっていうのはある種こう人のなんていうかな、あの強調する意味では、このグラデーションってなんかこう平和感があるんですね。わかりますかね、僕の言いたいこと。だからメイクでも白か黒かはっきりパパーンとやるよりか、ちょっとこうグラデーションしていく、この色味がグラデーションとか、ラインもピッてここで止まってしまうんじゃなしに、余韻があってスーッと抜け感があるっていうね、こういうあのライン取りっていうのがありますよね。アイラインもこう引きましたって、ここまで引きましたでここで止まるのと、引いた後にちょっと綿棒とかでスーッとこうあのぼかすっていうね、そうすると余韻感あります。これグラデーションですね。で、アイシャドウもそうですけど、こうやってグラデーションしてきちっと塗ってる人と、ポンと乗せてなんかこう、乗せ感がここだけ濃くてここだけ薄いとかね、そういうのが分かる、そういうのはちょっと下手なんですね。これはチークも特にそうです。あの大人の女性で一番ちょっと、あ、ちょっとごまん、あ、ちょっと言い方悪いですけど、うわ、もったいないなと思うのは、しっかりとこう血色上げようとしてチークを一生懸命やってるんだけど、ここにムラがあるように見えるんですね。ゴミがついたみたいに見えるんですよ。ちょっと言い方悪いけど、広いなんかこうシミがついてるような、そんなイメージになる時もあります。だからそういう風な、ならないようにするためにはグラデーションですね、グラデーションを意識します。そこをねしっかりと、やってみてください。で、これもですね、あの分からなかったら、ご自身が、まあ、メイクした時にグラデーションっていうのはチークを、2色使うとかね、ちょっとこうピンクのチークをのせるんであれば、少しピンクから、コーラルピンクに、ね、こうグラデーションした色ってありますね。そういう色を重ねながらいきます。レイヤードしていきます。
ポンと乗せたその上にスッとこう違う色をこう上重ねていく、これはアイシャドウもそうですね。アイシャドウもグラデーションをするという、メイクになりますので、そういった、グラデーションをぜひぜひ意識をしてみてください、はい。この意識をするだけでね、随分とメイクが上手になります。もし塗りすぎたりっていうふうな人があったら、ちょっとね、ティッシュとかパフなんかでこう少し、ぼかしていくっていうやり方もありますし、まあ、今も言いましたけど、アイシャドウとか塗るときはアイラインとか塗るときもそうですけど、綿棒でぼかしていく、わかりますかね、はい。最終的には綿棒っていうのは僕らはよく使うんですけど、これ綿棒なくしてメイクはできないというぐらい綿棒非常に大事ですので、綿棒をきちっと、置いておいてもらって、それで最終的なバランスをチェックしていくっていうのが非常に大事なバランス、グラデーションになります、はい。で5番目はバランスですね。このバランスっていうのはどういうことかというと、最終的に仕上がっていく間にですね、メイクっていうのは最後の表現、最後の、まあ、目的のイメージがあります。その表現が出来上がるまで、眉を描いたら眉のところが濃く見えたり、アイライン引いてるときは目元が強くなったりとか、そういう意識的に感じるときあると思うんですけど、最終的には出来上がったバランスで決まるんですね、メイクっていうのはね。これは検定でもそうなんですけど、パーツを作ってるときに 100% パーツを描こうとしない、これ大事なポイントです。ご自身も例えば普段15分でメイクしてるんだったら、15分のうちの8分ぐらいまで、まあ半分以上、6割7割ぐらいまで、わかりますかね、それぐらいまでで一旦パーツを仕上げていきます、わかります。眉を描いたりアイライン引いたり、チーク塗ったりっていうリップ塗ったりとか、まあいろいろやっていって、最終的に15分のうちの手前7割ぐらいでちょっとこう出来上がるような感じするんですね。でその後ちょっと強すぎたかなとか、ちょっと弱いかなっていうバランスを取りながら、眉をもうちょっとこうしっかり描いてみたり、アイラインもうちょっと引いてみたりという、最後のバランスで決めていくんですね。だから検定もそうなんですが、実技がまあ例えば30分としたら、上手な人っていうのは大体ですね、本当に、20分ぐらいにはもう仕上がってます、うん。ずっとこう見て回ってますと仕上がってます。もう早い人って半分ぐらいで仕上がります。で仕上がった後にこうでもないああでもないっていう首を振ってもらったりとかして、こうチェックしたりとか、色味をもうちょっとグラデーションしたりっていう風な余裕を持ってね、メイクをしてるわけですね。そうすると何が起こるかというと、焦りがないので、一点集中した自分の意識がすごく、その集中力が増すんで、またその修正をする力っていうのが出てくるんですね。大体の人って焦ってくるともう 何が何かわからない、だから修正すら見つけられないんですよね。だからそういう部分もあるので、バランスを取るためには時間の配分、これを大事にしてください、ね。普段15分してるんだったら、その15分を、じゃあもう20分、まずはちょっと広げてみよう、20分取ってみるとかね、普段よりか5分余裕持つとかね、そうしてバランスを取る時間をちょっと置いてください。でも仕事あるから忙しいっていう人は、じゃあその普段やってる時間の中でちょっと時間配分を考えたりとかして、ちょっとメイクの仕方をですね、今日はお話ししたようなことに意識を向けてやってみていただいたらいかがかなと思います、はい。最後になりましたけど、ちょっと CM を挟んでおきます。この1月、今年1月11日にオープンしたこの僕のですね、KYC秀のオンラインショップ、これもともとあるんですけど、ちょっと新しくオンラインショップを、オープンしました。でここにはですね、メイクアップの商品だけではなく、こういう講座のですね、オンラインの講座というのを今やってまして、個別で、するオンラインの講座から、グループでやる講座、それからおすすめのコンテンツって言って、オンライン上でですね、ご自宅でセルフで勉強できるっていうね、そういった動画を教材にしたりとか、PDF の資料を教材にして見てもらうもの、もしくはこの本ね、もうこれは昨年全国出版させてもらった本ね、この本もこちらでまだ手に取っていただいてない方は購入することもできます。こちらがね、その今コンテンツですね。まあ、まずはね、眉がきれいに描ける、眉が自信を持てるということがね、メイクを上達するための、一番早いポイントなので、僕もメイクアップを仕事するときには眉からやりましたんで、眉が上手になればね、メイクは本当に早く上手になります、はい。であとはですね、このメイクアップの商品関係をパレットから、こういうクレンジングですね、
クレンジングマッサージ透明感、これ僕大好きで今も使ってるんですけど、男性でも使えますからぜひ使ってください。あの何でしょうかな、やっぱり上乗せるものだけじゃなくてこうやって肌の容量を取ったり、整えるというのは非常に大事なんで、まあ、こういうキメがすごく整っていくし、まあ、毛穴の汚れもすごくあの汚れもね、素早く取れますから、まあ、キメの整った透明な肌にね、導いてくれます。でこういう下地、これもあの受講生の方々にほとんど持っていただいてるやつですね、プリズメイクというね、これすごく有名な下地になります。艶やかな下地です。であとはこの口紅ですね、まあせめてこれぐらいの 色味のね口紅を最低限3つぐらい持っておいてもらったらすごくいろんなバリエーションができますよという、そういうものを今ここに入れてます。あとはこんな感じで、まつげの育毛剤ですね、とかまあ後で見ておいてくださいということで、まあ、こんな感じでどんどんここにね、商品の方もたくさんねこうやって入れていきますんで、ぜひねチェックしておいてください。ということで、今日は美しいメイクの作り方ということで5つのポイントをね申し上げましたんで、ちゃんと覚えておいてください。5つのポイントですよ。はい、こちら光と影を意識した質感、ライン取り、色彩、グラデーション、バランスで決まるということでね、はい、ここを意識しながらまた毎日のメイクに励んで頑張ってくださいということでお願いします。